こんにちは、うさぎとびチャンネルでございます。今回は初心者の方がカヨペリコのためにコサトカを購入した後についてのお話となります。この動画は PS5 シリーズとして出し始めた動画としては第6回になりますが、本来はですね、コサトカ購入後にすぐにこの動画を出したかったんですけども、いろんなイベントが来ちゃいまして、それに合わせて動画を出してたら編集が遅れちゃいましてね。で、本題なんですけども、コサトカという潜水艦はメインの目的は当然カヨペリコ強盗になるんですけども、今回僕のように早い段階でコサトカを購入した場合っていうのは、カヨペリコ強盗に行く以外にもやっておいた方がいいことっていうのがあります。まずはですね、コサトカの内部をうろうろしまくってるとですね、武器の補充ができたりスナックの補充ができたりといろいろメリットはあるんですけども、ここの食堂に来てこっちの火炎瓶は絶対に取っておいた方がいいですね。この火炎瓶っていうのは通常の武器屋さんでは購入することができないので、入手が結構困難ですね。まあ、いくつかのミッションの中で入手することができるミッションっていうのもあるんですけども、なかなか手に入らないというのが実情です。まあ、これを絶対使う場面があるかと言われたらおまけアイテム的な武器になるんですけども、とりあえず火炎瓶はここで補充できるよってことは覚えておいた方がいいと思います。あとは地下基地でも補充することが可能ですね。次にですね、ここに来ます。メインの操縦室からスパローがある方ですね。で、ここにスキューバーの装備というものが置いてあります。で、これを一旦装備しますね。そしたらコサトカに服を着替える場所をオプションでつけてる人はそこでいいですし、まだそれがないって人はアパートとか服屋さんのカウンターに行ってですね、この状態をコスチューム登録しておきます。で、分かりやすく名前はスキューバーとかつけとくといいんじゃないかなと思いますけども、で、これによってですね、いつでも簡単な操作でスキューバースタイルに着替えることができます。で、これが威力を発揮するのが極秘貨物の調達の時の海中コンテナパターンですね。ミッションがスタートしたらスタイル変更をすぐにしてスキューバーに着替えてしまえば結構な時間短縮っていうのが可能になります。まあ、そのあたりはね、前の動画で極秘貨物の在庫調達の中で解説してますんで、気になる方はご覧ください。あとはですね、警察に追われてて手配度を水に潜って消したい時や、湖に墜落する飛行機のミッションでね、中に潜って荷物を取る場合っていうのがあるんで、そういう時はね、長時間水に潜っていたい時っていうのがあると思うんですね。で、そういう時にパパッとスタイル変更を直前にしてしまえば、時間を気にせずに水に潜っていられますし、足ひれがついてる分生身で潜るよりも早く泳ぐことが可能になります。そして始めたばっかりの方は体力とか射撃とかのね、様々なパラメーターっていうのがありますけども、それらが結構低い状態だと思うんですけども、射撃とか運転技術っていうのはね、まあ、ゲームやってれば勝手に結構な速度で上がっていくんですけども、肺活量っていうのがなかなか上がらないんですね。で、これを上げるには水の中を泳ぐ必要っていうのがあるんですけども、これを通常の状態でやると息が続かなくなってですね、途中で水の上に上がらなくてはいけなくなって面倒くさいっていうのもありますし、間に合わなかったらこうして死んでしまいます。ところがですね、これスキューバー装備をして泳ぎ回っていても肺活量というのが上げることができまして、これならいちいち水面に上がる必要もなくてですね、ひたすらスキューバー装備で水の中を泳ぎ回ってるだけで一気に肺活量を上げていくことができます。もちろんね、これを一気にやってマックスまで上げてしまうというのが一番いいんですけども、ある程度まで上げておけば生身で潜っててもすぐに息切れすることはなくなりますんで、手配度を消すぐらいだったら生身でいけるようになります。で、スキューバをコスチューム登録するっていう解説をしたので、ついでに、まあ、これはコサトカとは全然関係ないんですけども、もう一つコスチューム登録をしておいた方がいいっていうものがあります。さっきの服屋さんのシーンでね、表示がされてたんで気づいてる人もいるかもしれないですけども、それはサーマルの装備ですね。熱感知で敵の居場所がわかるアイテムですね。まずは遊園地近くの海辺のマスク屋さんに行きます。そこで戦闘ヘルメットというものが売ってますんで、そこからクワドレンズというヘルメットを購入します。まあまあ値段がするんでね、ちょっと購入するのはきついんですけども、これをかぶった状態でさっきのスキューバーと同じように服屋さんのカウンターとか自分のアパートでコスチューム登録をしちゃいますね。で、僕は分かりやすくサーマルという名前にしてます。これでさっきのスキューバーと同じように簡単な操作でこの装備を使えるようになります。
十字キーの右を長押しすれば上げたり下げたりすることができますので、作業自体は簡単なんですけども、これはですね、サーマルが作動しないことも結構あるので、その場合はアクションメニューのスタイルからアクセサリーへ行ってヘルメットを選択して、サーマルのオンオフっていうのはボタンで切り替えができますんで、それをやってみてください。で、一度こうして作動してくれれば、あとは十字キーの右の長押しでサーマルを上げ下げできますんで、それだけでオンオフを切り替えて使えるようになります。で、これを使用することで長距離でのスナイパーや公開セッションでのね、 PK なんかに使える場面っていうのが結構あるんで、なかなか便利になりますね。ただですね、このサーマルは結構バグが多いんで、アクションメニューからも全く使えなくなっちゃう時もあります。特に PC 版はそれが多いです。と、まあこんな感じでスキューバーとサーマルはコスチューム登録しておいた方が何かと便利ですね。でですね、実際にこのサーマルが非常に役立つミッションに行ってみます。今回は愛なきロストというミッションに行きましょう。このミッションは以前にもスナイパーで遊ぶっていう動画でもご紹介してて、で、あとはトレアドールを使うとね、かなり簡単にクリアできますよなんていう紹介もしてるんですけども、プレステ版ではね、まだトレアドールを持ってないですし、まあ僕はスナイパーが好きなので、トレアドールを持ってる PC 版でもこの方法っていうのはたまにやってるんですけども、ミッションをスタートしたら黄色いマーカーを踏んで目の前のビルの屋上に向かいます。で、ここから敵を狙撃していくだけなんですけども、ここはかなり距離があるのと、こんな感じで視界が悪い場合には特に敵の居場所が分かりにくいので、そんな時にはこれですね、サーマル使いましょう。敵の居場所がこうして丸分かりですね。しかもですね、この場所っていうのは敵の攻撃を全然受けないので、敵を狙撃し放題となるんですけども、サーマルを使った場合はですね、人の位置がこうして分かっても遮蔽物が逆に分かりにくくなるので、物陰に隠れてる敵には当然弾が当たりませんので、サーマルを使って撃っててあれと思ったら一回サーマルをオフにして遮蔽物を確認してみましょう。で、このミッションの場合はですね、大抵ここからの全滅っていうのは無理なので、最後に1人2人っていうのは残っちゃうので、まあ、場所を移動してもいいですし、そのままこんな感じでオプツで最後にミサイル撃って終わらせちゃえばミッションクリアになります。で、さらに話ずれちゃいますけども、スナイパーついでにですね、ペーパートレール作戦の救出というミッションが、まあ、お金稼ぎにも RP 稼ぎにも初心者の方にもおすすめですよっていうお話っていうのは以前しましたけども、このミッションはですね、楽なんですけど、そのまんま救出だけやってるとつまらないんで、僕の場合はスナイパーで敵を倒してね、時間潰してからターゲットを救出するっていう方法でよく遊んでますね。で、このミッションは15分ぐらいかけることで目一杯の報酬がもらえるってことになってますんで、5分ぐらい敵を倒してればほぼ目一杯の報酬がもらえると思いますんで、救出をしてから時間つぶしをしてる人がいたら、この方法は結構楽しくておすすめです。暇つぶしにもなりますしね。あと敵を倒すことで RP もちょっともらえたりします。ただですね、これスナイパーが結構楽しくて、気がつくと結構長い時間スナイパーやっちゃっててですね、お金稼ぎとしては効率が悪いことをよくやっちゃってますね。なおかつですね、ペーパートレイル作戦、まああと、まあ以前にも言ったんですけども、ミス・ベイカーのカジノミッションとかもそうなんですが、これらをやってるとですね、ナイトクラブの在庫とかが増えてないので、お金稼ぎという点ではこれを長時間やるのはあんまりおすすめはしません。1時間以上遊んでてもね、ナイトクラブの在庫が全然増えてなかったりします。なのでそのあたり十分注意して遊んでください。ということで、最後にはちょっと小里家の話と全然ずれちゃいましたけども、ただですね、 GTA 歴が長い方でもコスチューム登録を好きな服でしかやってないっていう人も結構いると思いますんで、あとは未だに肺活量がマックスまではいってないっていう人もいると思いますんで、スキューバーとサーマルのコスチューム登録、まああとコスチューム登録を使った肺活量アップっていうのも参考にしていただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。